タッチラインを割りスローインです。シュート、シュートはディフェンスがブロック、ブラック。これで決まりだ。これは面白い、ブラック。コーナーからのキックとなります。前方に運びました。ボールをダッシュ、寄せが早い。まだ持ちます。本田、プレーが止まります。オフサイドの判定。か、これはどうなりますか。岡崎慎司、スペースを見る。こんな綺麗に曲がりました。お気に入ったシュートですね。はい、素晴らしいコントロールですよ。そして冷静でした。セクシーなボール回しです。ブラック、体を当てて取る。奪った。岡崎慎司、さあ突破しましたよ。ティンク、まだボールは生きています。これは残念、ボールを手放してしまいました。激しくぶつかっています。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。突破しました。こんな綺麗な弧を描いた。コースをついた丁寧なシュートですね。はい、冷静に打ってますよ。上がった。岡崎慎司、惜しくもシュートはバーの上。ボールは戻されます。
もったいない形でボールを渡してしまいました。見事なタックルです。前方が開けていないか。コーナーからゲームは再開です。前に押し出します。見事なパス、これは来た。このシュートは前半が終了しました。ここエミレーツスタジアムでは席に戻る観客がちらほらと見られる中、後半戦がスタートしました。フィルロ、サポートの選手も寄ってきた。か、絶好のチャンス、気は抜けない展開です。D ミッドフィールドでボールを取りました。うまい、強い、体をうまく使います。ボールを取った。ピンク、ボールを奪いに来ました。入るか。このボールはキーパーへ。フィンク、か、素晴らしい、見事です。決まるか。キーパー反応した。ボールを弾く、これは見事です。攻撃の手には渡りません。フィンク、ホンダ、中盤でボールをカットしました。ブラック、フィルロ、シュートに行けるか。合わせてくるか。このクロスはブロック、コーナーとなります。キーパー弾き出す。
ここで打つ、打ってきましたが大きく外れてしまっています。ここを起点にできるか。フィンク、打てるか、シュートだ、キーパーの手の中へ。ヘッドで渡します。サイドチェンジです。強引に切り崩してきた。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。つまらないミスでボールを失いました。ホンダ、フィンク、スローインになりましたがピンチが続きます。このボールは重要です。ブラック、見事なヘディングです。これで試合終盤まで気を抜けなくなりました。から先お互い試合終了までの時間をどう使うかで試合の結果が決まってきますからね。リプレイで見ると素晴らしさがさらに際立ってますね。あ、パスがよくつながっています。 B、 ヘディングでパス、スローインです。体を当てて取る、奪った。 B、 ブラック、ボールを運びゴールに襲いかかります。クロスを出した、前に押し出します。この時間でのセットプレーは重要ですよ。ディフェンスラインを見合いましたが、チャンスを逃しました。すぐにマークの確認をした方がいいですね。危ないところでしたよ。この攻撃で最後となりますか。決まれば同点に追いつきます。レフリーが笛を吹き試合終了。これは大きな勝利です。次のシーズンこのディビジョンへの残留が決まりました。降格の恐れもありましたが彼らはどうにか跳ねのけています。